はいどうも、こんにちは、レイです。まあ、今回は、まあ、強敵をお知らせした通り、ポーランド。まあ、ここのね、ちょっと注意人物は、バイツェフ、シュツミニ、ゴールキーパー、あと、センターバックのカミル・グリク。で、下に行って、キャプテンであり、ストライカーのロベルト・レバンドフスキー。この3人がね、とにかく強い。んで、まあ、この間のノルウェーと一緒、ハーランド潰しならぬレバンドフスキ潰しをねしていけば多分勝てると思います。さあ日本対ポーランド始まりました。いや絶対にあいつだけにはね、レバンドフスキだけにはボールを持たせちゃいけないの分かっているから。さて北澤さん、この試合どの選手に注目していますか？いやそうだね、レバンドフスキなんだよ注目選手は。そいつしかで、ここでえぐいパス出して、えぐってるパス出して、うわ、マジか。なんとかしても、あいつだけには、パスを持たせちゃいけない。いや、気を狙う。俺は、相手のチャンスをね。やばい。やばいかも。なんとかしても、相手にだけはボールを持たせちゃいけないのは分かっているから。よし、OK。おー、ナイスガッツ。ナイスガッツ。いや、走ってくれよ。マジで。じゃないとさ、今回、そんな、甘い相手じゃないのよ。本当に。走ってくんないとさ、よし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 。だけど、まずい、ダメだ。取れない。取れなかったか。いやー、これちょっとインターセプト。いや、クロスを上げられても、あいつジャンプも高さもあるから怖いんだよな。よし、OK。ナイス。そうね。あべ、レバンド。よーし。あれ誰？すげえいい。さあ。オッケー、大迫。入ったー。いいねー。誰？長友かな？アシストしたの。違うな。長田秀だ。なんか頭の形似てるからさ。迷っちゃうよね。いやでもナイスシュート、ナイスシュート。いいね。やっぱ、鎌田もいいけど、やっぱ、ライフ歴古いオタコもね、やっぱ、それなりのあれがある。定評あるから、たまにスタメンで使うのもね、ありかもしれない。危ね。一回戻す。戻す。で、戻す。で、前。で、一気に中に入れて加速させる。ドーン！うわ、最後入れたかったな。あれ欲しかった。普通に欲しかった。あ、でも、0-0 だ。いいね。よし。メンバーなし、チェンジなしでもう一回行く。いや、いいね。完全にレバンドフスキを封じてるよ、俺は今。強いよ。いや、あらかじめね、パスコースをね、理解しとくのが、ね、一番いい。あー、走れねえ。やっぱ得点を決めると、得点を決めた選手に、ハードマークっていうのが、まあ、セオリーだから、まあ、多分、まあ、そのセオリー通り来てるんだろうな。だって、走れないもん。お、ちょっと一回戻そう。で、ゆっくり、じっくり前に走っていければ。で、こう。で、パス上げて、こう！うわぁ！最悪。なんで入んないのっていう感じ？
だってあれさ、入ってもおかしくないじゃん。おそらく、そう。あー、わけわかんなくなった。ボールの行方。で、ちょっと、戻して、いや、もう、よし。それぐらいの強さがあればいける。オッケー。ファール、オッケー。それはファール。それはファールだよ。いや、慎重に攻めてんの、今。あ、それはちょっと無理だわ。それは入らないから、とりあえずそこら辺にパス出してて、中に上がりたいけどな。うわーと放り込む。うちだったらね、入ってた。絶対入ってた。いやー、強かはないよね、別に。強かないんだけど、ね、日本もリアルのサッカーで勝ってるから、ポーランドには。強かないんだけど、決定機がね、長いボール縦パス一気に出して長いの。大迫から久保。あ、それはちょっときついわ、無理。いや、いいよ。パスミスはないよ、特に。長いパス出して、落として、ドーン。あ、でも戻。で、戻。で、こう。で、中に入れるピンポイント。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。よし。あぶねえ。走るのをほんと警戒してた。あぶねえ、勝った。いや、結構潰したんじゃないか。レバンドフスキー潰し。作戦勝ちじゃない。これは。いいね。完璧に勝った。うん。1対0なんだけど、内容がね、濃い。非常に濃い。シュートも打たせてないし、支配率も過半数、こっちが取ってるんで、まあ、内容は非常に良かったと思う。次ね、次もね、超強敵なんだけど、クリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガルなんで、ここよりね、さらに、強い敵になっちゃうと思うんで、まあ、また面白いね、試合が期待できるはずです。なんでね、気になる方はぜひ、チャンネル登録をして、ポーランド戦にね、ポーランドじゃないの、ポルトガル戦に備えてくれればと思います。